ませんお願いします。皆さんのおかげで YouTube の動画再生もいよいよ1億回に達そうとしているところなんですよ。今9300万回かな。で、皆さん知ってるかどうかわからないですけど、これ1000万回を超すと1回の動画につき 0.3 円が入ってくるので、ピコ太郎お兄さんこれで3000万稼いでる形になるんですよ。すごいですよね。皆さんも動画どんどんアップしてみてください。ちなみにここの中の半数以上が見たと思うんですけど、去年やばいっすのピーストーンの前田さんがやったこのフュージョン、フュージョンっていうとかっこいいですね。手品、あれ動画で実は再生、あの YouTube に出てるんですけど、あの再生回数が実は100回。今年、実はスカイダイビングしてきて、スカイダイビングの映像も動画で上げてあるんですけど、この動画回数が50回。全然お金にならないですよ。一番あのビーストーンで動画でアップして一番見られてるのが、実は皆さん分かると思うんですけど、プレ処理のやり方なんですよ。でビーストーンではプレ処理っていう名前だと皆さん分かんないので、コーヒーエステはこういう風にやってますよっていう形で動画を上げたら、これがでもそれでも500回なんですけど、一応500回見られてるという形で、まあ、そんな感じで、よかったら皆さん動画をどんどん上げてみてください。じゃあいよいよ皆さんご一緒に今年流行語大賞に選ばれたかったですけど、皆さん一緒にですね。Pineapple, apple pen.